さあ、こんばんは、諸君。中学1年生、それの数学ですね。今日は、だいぶですね、疲れてた人が多かったかもしれないね。まあ、日曜明けの月曜だからね。4月の12日です。さあ、今日、かなり疲れて、ぼーっとしてた人多いので、ぜひ復習にはこれをね、使っていただきたいなというふうに思います。今日はね、絶対値。まずは絶対値の話をしっかりしました。その問題を解いていったのでありますね。絶対値っていうのは、この赤で書きましたが、原点からどれだけ離れているのか、これが絶対値でした。ですから、ここに書いてあるように、マイナス13の絶対値は、原点からどれだけ離れていますか、マイナス方向にっていう話です。つまり13個離れていると、13離れているというので、マイナス13の絶対値は13と答えます。では13、絶対値が13になる数は何がありますか、整数は何がありますかと言われたら、マイナス13とプラス13と両方ありますので、マイナス13、プラス13と答えてやってください。なので丸1番見てください。絶対値が2以下の整数を全て書けという問題が出たら、どう対応したらいいかということです。まず以上以下というものの確認ですね。以下ですから、以上もそうですけど、その数字が入ります。つまり2入るんですね。以下ですので1、0、絶対値が2と1と0、この整数を全て上げればいいので、2の絶対値は、絶対値が2であるということはマイナス2とプラス2があったわけですよね。1であるというのはマイナス1とプラス1があったわけです。0は0しかありません。ですのでこの5つをしっかり、まあできたら小さい順に書こうかね。小さい順に書けば正解というのが出てきます。マイナス2、マイナス1、0、プラス1、プラス2、このように書いてくれれば OK! なんですね。では次です。絶対値が4より小さい整数を全て書け。より小さい、これは入りません。ですので4は入らなくて、それよりも小さいものだから、3と2と1と0、この絶対値を持つものをさっきと同じようにして書いてくれればいいわけです。できたら小さい順にいきたいので、まずはマイナス3、マイナス2、マイナス1、0、プラス1、プラス2、プラス3、ここまで書ければ完璧です。できたら一つ一つカンマを入れると、マイナス3マイナス2という式にならなくて済むから、カンマを一個ずつカンマで区切ってあげるといいね。では3番、絶対値が4より大きく7未満の整数を全て書け。4より大きい、全く上と同じなんですが、よりというのは入りません。4は入らないということです。7未満、未満も入りません。以上以下は入ります。未満入りません。より、夜、より入りませんということなんです。ですので4は入らないということは5だよね。6 OK だよね。7は入らないということは O、 この2つだけということになったわけです。すると絶対値が5と絶対値が6の数字を上げればいいので、マイナス6、マイナス5、プラス5、プラス6、この4つの数字が入れば OK ということになったわけです。そして次に計算をしました。まあやたらめったら長い計算ですが、こんな計算をしたんですね。同符号同士の計算をまずやってしまいます。もうこれ括弧が空いている状態ですので、そしてその後最後に if 号の計算をします。さあ、ここでの同符号というのはプラス、何もついてない時はプラスですね。ですのでこの丸をつけたのは
プラス舞台、そしてアンダーラインを引いたものがマイナス舞台、両方プラス同士、マイナス同士をまずまとめてしまいましょう。プラス2、プラス、プラス4、プラス2でプラス6、プラス6、プラス5でプラス11、そしてそれに7を足しますからプラス18となりましょう。そしてマイナス同士はマイナス4足す11で15、これで if 号の下算を最後にゴーンとやってしまえば OK だね。 if 号は引き算をして絶対値の大きい方の符号をつける、これがルールでした。ですのでプラスで18-5、15、3、こんな形で OK ですね。さあここもプラスだよ、ということはこれがプラスのグループ、そしてアンダーラインがマイナスのグループ、プラス同士で5足す4でプラス9、アンダーラインのマイナスの同士はマイナス6、マイナス1、マイナス7、そしてマイナス3ですからマイナスの10。ようやくここで if 号の計算、引き算をして絶対値の大きい方の符号をつける、マイナス10-9で1、いかがだったでしょうか。こんな形で、計算をします。こう複雑な計算も同符号をまとめることによってとっても簡単になりますね。それから絶対値を覚えておきましょう。ここでの大切な言葉は以上以下入ります。未満、より大きい、より小さい、入りません。これだけしっかり覚えておいてくれれば大丈夫かなと思います。さあちょっとね、今日は皆さんお疲れモードで大変でした。次回はねリフレッシュして頑張ろうじゃないですか。ではまた頑張ろうね。